皆さん、ロボットはお好きですか？2年ぶりに国技館で行われた高専ロボコン2021全国大会。高専生たちが己の技術と精神をかけてスゴロボで挑みました。そして今回、各高専チームが大会では見せられなかった魅力や技、舞台裏などを自分たちで編集した1分動画を作ってくれたよ。ではその動画の中からえりすぐりのロボットたちを少しだけご紹介しちゃいます。それではロボコン V。 人間を超えた圧巻のパフォーマンス。まずは今回見事優勝を果たしたアクセル姉さん。華麗なジャンプを見せてくれたこのロボットの舞台裏動画を作ってくれましたよ。え、これがアクセル姉さんの胴体？中はロボット感ありますね。円盤の回転でジャイロ効果が発生し立ち上がります。さらにファンをつけることで姿勢を安定させ回転を制御しているんだって。ジャンプの実験や微調整を何度も重ね、あのジャンプを成功させたんだね。次は日本の伝統やぶさめに挑んだロボット。よーく狙いを定めて、おりゃ、ど真ん中に命中。動いている的だってこの通り、まさに百発百中。人間との戦いを見てみたくなっちゃいますね。息ぴったり、ロボット同士のシンクロ技。さあ試合が始まりました。こちらのロボットはアフリカ発祥の遊びクエペナを再現。真ん中のロボットが棒を拾い切る前に左右のロボットがボールをパスし合います。4本目のパスも決めていく。5本目のパスも決まりました。綺麗な弧を描いた見事なパス、ナイスコンビネーション。続いては全国大会でデザイン賞を取ったザ・グレートペンギン賞。最後はおよそ30度の傾斜を自力で登る高い技術力。3匹のペンギンたちによる愛らしいパフォーマンスでした。社交ダンスを踊る2台のロボット、マグロ先輩とクエ先輩です。クエ先輩はマグロ先輩の気持ちを受け取って息ぴったりのシンクロダンスができちゃうんです。片腕につき肩関節が2個、肘に1個のサーボモーターがついていて、コントロールはデータグローブ。指を曲げた角度に応じて腕の角度やタイヤの速度が変わるんです。向かい合ってのダンスもこの通り、繊細な動きとシュールな顔に癒される。ハラハラドキドキ、大技にチャレンジ。こちらのロボットは前人未到ならぬ全ロボ未踏の大技に挑戦。縄から縄へ飛び移るターザンジャンプ、ブランコのように助走をつけて、3、2、1、ああ、ああ、大成功。ターザンもびっくりのすご技だ。こちらは大会で見せることができなかったパフォーマンスに再挑戦。ロボットが箱を投げ渡し、もう1台がキャッチ。2個、3個と箱を積み上げていきます。目指すは7箱、そこまであと2つ。さあ次の6箱目はどうなる？おっとっとっと、倒れない、セーフセーフ。さあラスト7箱目だ、緊張の一瞬。果たして成功できるのか。結果はこの動画とは別のロングバージョンがありますので、そちらでご覧ください。
続いても大会では披露できなかっただるま落としに再挑戦。おっと顔がずれた、危ない危ない。こちらも成功できたのか、結果はロングバージョンでお楽しみください。かわいい動物たちに癒される。スタートしました。いいスタートを切ってゲートを飛び出していきます。馬のロボットによる障害物レースが開幕。高先生自らが実況し盛り上げます。第4コーナー曲がって残り200のハロンボを切っている。風船を打てばゴールは目の前。打った、行くぜだ行くぜだ行くぜ、コキーガンゴールイン。いやーロボットもすごいですが、味のある競馬実況も癖になりますね。こちらのワンちゃんは小豆と大豆。大豆は空気の力で動く四足歩行ロボット。小豆は電気の力で動き、言葉を聞き取ってさまざまな動作や表情をします。まずはあずきちゃんのスゴ技を披露。あずきちゃん、ゴーリー成功しました。すごく賢い、よくできました。続いて大豆は縄跳びに挑戦。3、2、1。こちらも大成功、ちゃんと両足で飛んでます。とってもお利口なワンちゃんたちでした。いかがでしたか？みんなのアイデアが詰まったスゴロボたち。他にも世の中の役に立つロボット動画や大会が終わった後の思わず切なくなる動画まで、笑いあり感動ありの動画を公開中。ロングバージョンの完全版は概要欄からぜひご覧ください。